どうも、北山水泳です。はい、パリオリンピック選考会中でございますけども、昨日はとても素晴らしいレースがありました。まあ中でも男子200メートル背泳ぎの方では、竹原選手が、優勝で代表入り内定。入江選手は残念ながら代表内定ならずといった風になりました。入江選手に関しましては100メートル、200メートル背泳ぎ、どちらも、自分の出る種目が全部終わりまして、はい、まあ正式に代表内定ならずといった形になりましたけども、まあ、引退するのかどうかってのが気になるところですよね。まあ、昨日の男子200メートル背泳ぎの決勝の後のコメントはこんな感じでございまして、はい。まあ、はっきりと引退や今後についての明言はなかったんですよね。はい。で、まあ、本人のコメント見る限りですね、もうずっとやっぱり日本の水泳界、これからの水泳界、将来についてのことをずっと考えてまして、まあ、後輩たちやこれからの水泳界にどういった風に貢献していくかっていうこともずっと考えてらっしゃるようなコメントでございました。まあ2、3年前からね、引退せずに、パリオリンピックを狙いますって言ってからもですね、基本的にはずっと日本の水泳界、背泳ぎってか、まあ水泳界かな、水泳界を盛り上げていくために、ずっと将来性を高めていくために自分もこの水泳界現役であり続けるといったコメントも残しておりましたので、まあ現在は100も200も後継者、速い選手、後輩が出てきましたので、まあ引退もあり得るっちゃあり得るんですけども、まあ今後についての明言は避けているような印象でございましたので、続報を待ちましょう。はい。そしてですね、今大会で引退を示唆する選手が結構いるんですね。例えば、古賀淳也選手に関しましては今大会での引退を完全に明言しました。他にも、深澤大和選手に関しては今回オリンピック代表にならなかったら、引退考えてるという風な話もありましたし、昨日のレース後、渡辺加奈子選手ももしかしたら引退を視野に入れる必要があるといったコメントも残しておりました。大橋悠依選手もですね、今回代表になれなかったらっていう風なコメントも残しておりますし、まあ、瀬戸選手も今回のパリオリンピックが最後というようなコメントを残してましたので、もし200メートル、50メートルの方でも、代表になれなかったら引退だという風に思われます。まあ、はっきりとした明言はしてない選手が多いんですけども、まあ、今大会で引退とか、パリオリンピック最後にっていう選手は結構多いと思いますが、それは悲しいんですが、まあ結構今大会で中学生、高校生であったりですね、若手の選手の世代交代がうまくいってるような印象が見受けられましたので、その辺については喜んでもいいというふうに僕は思います。はい。では今回は、よいしょ。